はい、インタビューの方を、はい、一応インタビューの方を詳しく載せて、よしみ5歳、はい、してきました、はい、でまあ本当にねすごくニュートラルな感じのご夫婦で、うん、お話もすごい楽しかったんですけども、はい、できっとネイチの方に出店されるお店さんたくさん個性的な、私さっきざっと数えたんですけど全部で132店、すごい約で、まあ、この中で変更もちょっとあるのかもしれないんですけども、はい、それだけたくさんね、やっぱりこんだけ見えますか、見えへんかな、いるんですけども、そんな中でも少しピックアップして、お店の方、取材の方に行ってきましたんで、はい、まずはパン屋さんですね、スイエンさん、はい、読谷の方にあるスイエンさんなんですけども、もうこのブレーメンの音楽隊のような可愛い看板が、ね、可愛いですね、はい、目印で、でお店の感じはですね、こんなあいにくこの日は雨だったんですけれども、うん、すごいこう緑が ねもう森の中にあるようなお店で、古民家を改装して、うん、されてるところで、もうパンも天然酵母、美味しかった、すんごい美味しかったですね、美味しかった、うん、もうこスープとセットでこのイートインができる、美味しかったですよね、スープがまた、ここはね本当にもう11時ぐらいに、11時半に着いたんですけど、もうそれでも大雨の中でももう後からお客さんがすっごいたくさんおられてたんで、ぜひね、パンをお買い求めになるときはちょっと早めに時間に余裕を持って行った方がいいのではないかと、もうきっとネイチで買うのもありですし、お店の方に行かれたときはですね、おすすめです、本当に美味しかったです ね、 ここね、美味しかったですね、はい、で次、カリブードーナツさんですね、幻ですねこれ、幻も私取材に1日目行って、その次でも別件の取材入ってたんで、うん、行ったんですけど、その時ももう売り切れました、2日ともなくて、ってもうもうそここんな感じだったにもう人気店ですね、人気店で、本当にもうね綺麗に一つもなかったです、そう、うん、噂には本当によく聞くんですけど、うん、なかなかもうこのぜひねキトネイチでもなるべく早めに、はい、うん、多分並んでると思いますからね、うん、行った方がいいかもしれないですね、はい、とっても雰囲気も良かったんで、うん、で次が花花工房さんですね、はい、こちらの方も読みたんで、うん、お店があるのですが、こちら革が、ね、そうですね、レザーの瓶型とか、何織りでしたっけ、あ、花織り、花織り、読谷花織りのねとかね、そういうのを組み合わせて財布だったりとか、うん、オリジナルで制作されてるこれですね、はい、こちらの方もキトネイチに出展されるということなんで、ちょっとねまた見つけたらあーっとあおーとそういえば言ってたなぐらいです。こちらの方がカジュマルガーデンさんですね、カジュマルガーデンさん、はい、こちら布ナプキンとかね、布ナプキンはね、うん、コンセプトとしては自然のものをというか化学製品というかそういうのを使わずに、まあ、どれだけか昔ながらのとかなんていうの、体に優しい、うん、ものを置いてるかっていうのコンセプトだって、すごい楽しかったですね、一つ一つのものが、例えばフェアトレードのチョコレートだったりとか、はいはい、本当に大豆塩しか使ってない、うん、お醤油が置いてあったりだとか、うん、なんかそういうので普段のね生活がどれぐらいこういろんな化学製品を使ってるかっていうのが分かります ね、 本当ですね。これはこちらの方はマキシに、はい、ありますんで、お店の方もよかったら行ってみてください。はい。はい、次、これがチャート那覇さんですね、はいはい。素敵でした。可愛いですね。うん、すごい私的にはこうすっごいビンゴやったんですよ。ああ、大好き。ストライク。うん、もうね、こうオリジナルのレザーだったりとか、うん、インドとかネパールで、うん、オリジナルで作ったリネン類だったりとかお洋服を置いてて、アウトドアブランドなんですけどキーンのサンダルなんかも置いてまして、すごく
なんですかね、放浪の食器とかも置いたりして、うん、お店自体がすごいこう自分のコンセプトがしっかりしててすごいいいなって雰囲気持ってるなって思いました、ね。はい、じゃあどんどんいきますよ、はい、太陽さんですね、こちらは可愛かったね。こちらは宜野湾にあるお店ですね、はい、こちらは、手作りのハンドメイドで、あの手書きだったりするんですね、うん、これね、あの T シャツが、うん、でこのこういう感じのステンドグラスも、ね、あの自作自分で作られてて、これね、可愛いですね、すっごい可愛かった、うん、これね、あのネイティブアメリカの、 あのテントのキャンドルホルダーだったりとか、かわいい、もうワンピースとかも一点物がほとんどなんで、うん、あのもう見つけた時はもう、ね、気に入ったらすぐに、そうですね、うん、買った方が、こちらも T シャツ、うん、ステンドガラスの製品を、キトネイチで出されるそうなので、うん、はい、ぜひぜひ一度見てみてください、うん、でこちらが津波さんですね、うん、ここも素敵でしたよね、素敵だった、もう、うん、私もプライベートでなんならもう、うん、買いましたからね、デニムね、ここ取材中に、取材中にあまりにも可愛くて、うん、めっちゃ可愛かって、あの少数民族の、うん、あの民族だったりとかですね、ああいうちょっと珍しい、ね、あのここでしか多分、うん、買えないような、うん、あの雑貨だったりお洋服だったりとかっていうのも、うん、もちろん古着、ユーズド の古着の方も置いてらっしゃるんで、うん、あのお値段もねすごいリーズナブルっていうか、もう良心的で、すごい、うん、安かった、うん、リーズナブルでしたね、雰囲気も素晴らしいので、うん、はい、一度行ってみてください。キトネイチも楽しみなんですね、うんうん、お店の方が気さくでしたね、はい、で次が、これがオリーブベリーさん、このランチが美味しかった、超美味しかった、なんかパンも美味しかったし、うん、お店もすごい可愛くて、ね、可愛かった、うん、でこのランチセット、このキッシュもね、あのここのお店有名らしいんですけど、はい、ランチセットでパンとかもこちらで売ってる感じでね、うん、あの美味しかったですね、美味しかった、うん、でプラスランチセット200円でこれね、デザートセットがついてくる、200円と思えないからお腹いっぱいとか言ってたけど、じゃあ食べれるかみたいな感じで、ペロッとね、ペロッと別腹で言ってましたね、はい、こちらの方も、焼きたてパンの方も出されるみたいなんで、楽しみですね、はい、楽しみですね、うん、はい、続きまして、はい、ジャハヤ書房さんですね、うん、ここもなんかね、世界観が素敵でしたよね、良かったですね、あの結構水木しげるさんの先生の作品も結構こう重点置いてたり、あの沖縄の昔の、うん、結構戦争で焼けちゃったりしたような古い本とかもあったりですね、うん、でキトネイチの電話帳もこちらの方で、当日キトネイチの方でも買えるらしいんですけれども、うん、あのお店が全部キトネイチの出店者が載ってる電話帳がですね、うん、あのこちらの茶屋書房さんで、これ貴重ですよね、これね、キトネイチは店舗持ってない方結構多いので、これ貴重と思います、からこれいいのではないでしょうか、うん、はい、マクトゥブさんですね、こちらは、はい、こちらもあのマッサージしてもらったんですね、ほかもさんは、はいなんか当該接骨療法とかっていう、もうすごい 5g タッチっていうこのね、ゆるいこのあれで、この右がちょっと私はストレス溜まってますねっていうことで調整していただきましたはい、私もお耳つぼダイエットしてもらいました、ちょっと最近太った太ったってみんなに言われるんで、どうでしょうか、はい、こちらがカクタスイートリップさんですね、うん、はい、これベーグル屋さんで、可愛かった、可愛かった、もういいドストライクここそうで、あの店内であの結構広かって、うん、外人の外国のお客様もたくさんおられたんですけど、うん、ライブもされるということで、うん、でこうベーグルをオーダーメイドで、ね、こうサンドしたりしていただけるということで、はい、こちらの方は茶炭、じゃない宜野湾ですね、大山、大山、まあ伊佐より58号線沿いですね、はい、行ってみてはどうでしょうか、はい、でこちらの方がひばり屋、はい、ここもまた素敵ですよね、ここ良かったですね、あの本当に
駐車場とお家とお家の間のポカンとしたもう、そうそうそう、木の大きな木の下にあのぽっかりとぽっつりと、うん、あのジャルシティの那覇のねホテルの真裏なんですけど、うん、これ本当分からなかったですね。分かんない。多分ここは知る人ぞ知るという感じで、うん、で本当に野外のね、うん、お店 で、 いいで、ね、お天気のいい日は出してますっていう感じで、うん、気持ちよかったですね。雨だとやらないので、多分この方のツイッターとかブログをねチェックしてから行かれる方がいいですね、はい、そうですね、はい、こちらの方も、コーヒーと、ゆずみつサイダーの方出されるということで、うん、楽しみですね。飲みたいな飲めなかったからな。そう、飲まれへんかったからね、時間なくて、うん、なんですが、ですね、この吉見さんご夫妻が、はい、ちょっと私今パッと思い出したんですけど、持ってきてなくて写真を、うちのチュラにあると思います。引けるかな、アートに入れました。アートに ありましたね、はい、こちらが奥様の方がやってらっしゃるが、ミツプリントさんね、はい、はい、まあ、すいません、写真1個しかないんですけど、まあ、あのホームページに飛ぶと思います。ここに、このキトネイチのチラシのこの絵もですね、あのミツさんが描かれたということで、すごい素敵なんですよね。すごい素敵で、あの手ぬぐいだったりとか、はい、あの何だったかな、カレンダー、ね、カレンダー、そうそうそう、布、うん、カレンダーとかもめちゃめちゃ可愛いんで、うん、ちょっとここも行ってみたいですね。はい、当日も T シャツとか手ぬぐいを出されるということなので、はい、はい、それとあとご主人の方がね、うん、また音楽をされてるということで、大樹さんので、あの私前にイベントでお見かけしたんですけども、はい、あの太鼓ジャンベですね、うん、叩いてらして、そこ の、うん、あのリディムのワークショップをされてるみたいですね、うん、こちらの方毎週水曜日、はい、あの読谷のお箱横丁のところと、あと沖縄市のおとぼらさん、はい、で、あの、まあ、詳しくはあのちょっと大樹さんの、ホームページ、ホームページブログかなを見ていただければと思います、はい、まあ、こんな感じで4月29日日曜日ですね、はい、12時から、はい、夜は20時までお願い晴れて読谷の残波岬憩いの広場でですね、うん、あの入場無料で、はい、出ますので、はい、なんか当日あの広場開放して駐車場になるということなのでね、うん、はい、結構な台数が止められるとは思うんですけど、まあ、でも早めに行かれることをお勧めします、うん、あのトライアスロンか何かもそれ一緒に一緒の日にあるとかなんとかってチュラッと聞いたんで、うん、あの車もですけど、ちょっと時間に余裕を持ってですね、うん、あのちょっと遠い方は、はい、あの気をつけて行ってみてください。そしてもうすごく楽しいお店たくさん出るんで、はい、あの楽しんで来てください、はいはい、以上以上キトネイチでした。はい、以上キトネイチの、はい、お知らせでした。はい、またイベント情報お待ちしております。はい。